村長さん、どうもです。さん、おはようございます。デビッドさんの初戦を教えていただきありがとうございます。ジャパンオープンのチケットを取ったんで、見れるのが楽しみです。通信、演技見てきました。少し大人の体になってしまったね。うん、あ、してしまいましたね。プログラムは素晴らしかったです。彼女の良さは全てのエリカントシームレスなことですが、今回もシームレスで点数だけじゃないのが感じられて美しいですね。 うん。確か大人っぽくになったかもしれませんね。言われてみると。確かに。うん。でも表現力っていうか、あのー、すごいこう、アクロバッティングなわけじゃないけど、なんかすごい面白い振り付けがたくさんありましたね。で、今年はなぜかインド系の曲を使ってる選手が多い感じがしますね。インドアラブというかなんか。住吉りおんちゃんもね、いあのショートがそんな感じですし、なんかそういったイメージがちょっと多い気がしますよね。うん。そんなこともないか。 うん、皆様どうもです。おはようございます。みやです。さっきワンワン途中までしかコメント書いてなかったのが、そうしに触れて指か。僕、うん、ボボたちがですね、次にママさんから歯磨きされて、ワンコも歯は命。その後、夕飯、パパさんが料理を作ったものがあり、すごい、ホタテの洋風なフランス料理みたいなのが、お肉料理も素敵。野菜のフリースキャ色合いや種類も我が家にも作ってほしいくらい、どれも美味しそうでした、うん。ママさんからいつもありがとうとあり、また、翔馬くんもしもし、 あれ、ダメじゃないの。野菜、やっぱり無理と私が食べてあげたいわと。うん。えー、その野菜、野菜もね、今高いのよ。うん。だから、その種類を買うのも、えー、主婦目線だと、えー、ありがたいのよ。なるほど。うん。私もだからなかなかですね、えー、自分が主婦になるまで気に、えー、もなんなかったから、若い時は実家はそんな感じだったなと、しみじみ感じたり。 うん。そういえー、すれば、野菜ジュースも飲んでいたら効果ありと、息子さん、えー、社会人に学生時代から飲ませていたものが、えー、健康診断の後に言っていたな。でみさんもまだ、しょうまくんに、えー、野菜ジュースを飲ませているかしら。うん。野菜ジュースの、えー、コマーシャル来ないかしら、しょうまくんに。<laughs> なるほど。僕も美味しく飲むよ、みたいな。あ、いいですね。 あの、確かに、あの、野菜嫌いな人が野菜ジュースのコマーシャルっていうのはいいと思います。あの、説得力があるなっていう感じがあるんで、僕も美味しく飲むよって、ね、皆さん、皆さんこれ、考案してください。あの、すごくいいと思いました、なんか。うん。そして、やっちゃえたやさんおはようございます。速報かな宇野昌磨くんのフリーの曲判明しました。さらっと ISE 公式のバウンに載ってます。 ということらしいですよ。もうこれ4時間前でもう速報すぎちゃってますけども、僕的には速報でいきますよ。タイム、んタイムで、タイムラプスっていうのタイムラプスか。タイムラプスらしいですよ、なんか。え、スピーグルイン、スピーグルえ、鏡っていう意味これスピーグルって鏡ってことこれ。どういうことえ、待って。ごめんなさい、ちょっと待って。僕の今の言ってることは無視してくださいね。で、この二曲のようです。 X, 皆さん、曲が上がってますよ。えー、代わりはオンワイスまで秘密なのかなと思ったら、迷うように上がってきたようです。気になる方は、調べて聞いてください。スピーグル、イン、スピーグル。これはど、え、何がこれドイツ語え、何だろう。スピーグルって聞いたことあるのなんか。タイムラプス。あ、でもちょっと全然わかんないな。後で武器調べてみる。ありがとうございます。ということらしいですよ。うん。えー、連投失礼します。 ジュニアグランプリ、ブタビュース、チラッと見てきました。最初負け戻しできなくて、5グループから負け戻しできるようになったんで、2つに分かれて上がってましたね。うん。直木くん、またまたイメージチェンジですね。ジャンプは安定してないけれど、スピンはうまいですね。うん。あの、川口うちくんは見た目もスケートも、大人も大人っぽいですね。うん。あの、直木くんとメダル争いになりそうですね。どちらも頑張れ。うん。あの、 な、直木くんね、リメチェしてましたね、確かにね。彼は、多分なんだけど、ちょっと勝手な想像ですけども、あの、イギリスのノアくんっていう子がいて、あの子も似た髪型だったんで、それでこう変えたのかなって勝手に思ったんで、違,う違いますかね。あの、うん。おはりこさんどうもです。かまさんおはようございます。ネイベルショート3位の鴻城くんは、トリプルアクセル失敗で、点差は離れてしまいましたが、あ、鴻城くん僕まだ見てない。 私にはいい演技だったように見えました。え、足が上がる上がる。3時後から、あ、本当ですか足が上がってる。え、ワンピース組の中の現役の選手6人プラス、ノービース3人、試合がいい結果でありますように。ああまだ僕見てないわ。そっか、幸四郎君も来たのか。ちょっと見ないと、見ないといけないですね。え、曲気になるな。ちょっと見,ない見ていきたいと思います。やばいやばい頭回ってった。うん。 はい。というワイルーさんどうもです。お疲れ様です。ショマ君のバイオフリー曲載ってます。うん。ねさっきなんかタイムレスありましたよね。シピーグル・イン・シピーグル。うん。ということでね。うん。笑ってなってますね。だよね。うん。え、おはりこさんどうもです。かおさんおはようございます。ショマ君の G1000 メアトル風衣装が今シーズンのジュニア男子で大流行してます。あ、やっぱりそうなのかな、やっぱりね。なかなかのヒット衣装です。 まあ似てる点は白からのグ,レデグ,ロデグラデーションってポイントです。なるほど。うん。でもすでに2023ワールでジェイソンと被ってました。うん。で、大きな大会だとそんなに目立ちはしないけれど、地方大会で少人数被るとちょっと気まずいかもですね。ああ、なるほど。でも最近私もやらかしました。オペラ座の楽曲で、えー、白,あ白い衣装を作ったら、遠目で見たら全く同じ衣装って選手がいて、 あちらもオペラ座。うん。しかも、あちらの方がちょっと有名選手。なるほどですね。え、別に何もパクってないけど、気まずかった。え、あ、もしかしてオペラ座で有名選手っていうと、あの子かな。石川県の、あの、石川県代表のあの子、最近かなり話題になってる、あの、勝利にも参加した、えっ、ー、とね、三原陽太くんのことな。ねあの子、ちょっと有名っていうところで、なんか気になりますね。 なるほどですね。ちょっと確認。まあ、オペラーさんの怪人、なんか、曲がね、やっぱなっちゃいますよね。なんか、衣装が似たりとかってあると思うんですよね。でも、蕎マ君の衣装に似てるっていうのは、やっぱ蕎マ君の衣装が好きだからって感じで、今年流行ってるのかな。ね。そんな感じもしますよね。 なるほど、なるほど。でも、なんかね、やっぱりこう、映画とかになっちゃうと、主人公とか同じ衣装になっちゃったりしますよね。だからまあ、まあ、難しかったりするのかなと思います。今年は、ショの衣装が大流行してるみたいですね。なるほど。でも、これは、おはり子さん、やっぱりこう、ね、専門でされてますので、説得力がありまして、ね、大流行してますということなんで、まあ、もうね、東京ブロックチューブも始まってますけど、ジュニア選手たちの衣装とか、ちょっと注目してみるのもいいかもしれませんね、やっぱり。うん。 面白い。マルディンさんどうもです。フィギュア、ネイベルホルンのアダム・ソウ君とトモノ・カズキ君を見ました。トモノ選手は今までのプログラムからゆったり落ち着きがあって、会場一緒に盛り上がる楽しいプロからゆっくり見せるプロに変わった。どうしてもジャンプの飛び急ぎ失敗したりあったけど、ショートでのミスが、ジャンプミスが取り返せない。うん。フリープロの方が得意と思うと、さっきの終盤考慮で見せていた鬼スピードのステップができるか体力の心配はないね。うん。 で、えー、今回のショートは、えー、プログラム選びは、コ、えー、をなし、ジャンパー 4T が 3T、2T になったのがですね、しょうくんによく見られる。うん。4T を飛んだ時の空中感覚でダブルトをつけて加点をもらう方が、4T、3T で失敗するより、えー、確実に成功する。和樹くんのダブルトーしたところと、後半4回転サルコーで加点を持っていたのも成長を感じましたね。えー、あと、 あの、特のバレージャンプもこれを入れててよかった。え、そして、うん、93.55。これは100オーバーも出した経験があるから、今回はショートも大丈夫そうだね。あ、100オーバーありました、そもね。確かに。うん。で、アダム・ショー君は、すごくよかった。 うん、4回転は4ルッツ、4回転サルコー、4回転等を持っていて、今回4回転ルッツはオーバーターンだったけど、4ルッツを持っているのは、えー、脅威、うん。前半は上下がある。表、え、現、ー、が後半に向けて、自分のスティック技が、えー、それも音はめ、えー、同調して対比も見事。うん、初戦95.1はこれは十分脅威になるよ。うんえー、和樹くんは君、翔馬くんとしアイスのワンピースのアイスをたくさん共にしてですね、 ここもそうだけど、えー、I love you の月の光は come t o g e t を見てきたり、いろんな吸収したんだろうね、と思い、思感じたね。ダダムくんはザアイスに初めて参加して、えー、シュマくん姉さん、マルニン、ま、カナダイ、一緒にツアーして、こんなアダムくんと見たことのないらい、えー、の笑顔いっぱい見れて、すごく楽しんでるのは一印象だったと。うん。 トップのプログラムをじかに見たり交流をしたこともこの初戦を見ると思ったよなるほど、うん結構だからアダム・シャオ君の表情が昨シーンズンはこうずっとうーっていう,こうなんか苦しい苦しいじゃないけども、まあ、あの結構真剣すぎるっていうか真剣はいいんですけどもっていうのがあったんですが今年は表情もやわら穏やかになってちょっとこう渋さっていうのも出てきたのかっていうね渋い男ってなってる感じがするんでねえなんか。 セクシーな感じになってるし、なんかあの、そういうイメージがあるので、なんかちょっと、うん、うん。交流とかもね、関係あるのかなって思いますよね。はい。えみけさんどうもです。カブくんこんにちは。やっちゃやちゃ様からの種目のフリー曲の公表をしてるって聞いて、急いで聞いてきちゃいました。うん。 ピアノとバイオに透明感を感じる。おお、ちょっと僕、聞いてみたいですね。あまりにルフィとの別世界でついていくのが大変と。うん。これをケンジ先生はどう振り付けたん,んだろう。えー、ショマ君はどう演じる楽しみでやばい。いや、気になっちゃいますね。ちょっとね、とりあえずこの曲聴いてみたいと思いますね。うん。ルフィとの別世界で。うん。これは、激しめの曲なのかなそれとも穏やかなのかなうん。 えー、そして、マルニーさん、フィリア、舞、え、台、ーえー、ビュース大会の直木ローシ君と掛石君を見ました。ローシ君は16歳だけどですね、大学がいいせいか、えー、演技も相まって、なんかシニアっぽく感じる。た、えー、多分スイス、北のミラノゴリンへの、えー、ホープと思うから、醸し出す雰囲気が違うの、ああ、それもあるのかもしれないですね。パパさん、ドイツ人で大きいから、これからまだ大きくなるのかな。 うん、ジャンパー、空中姿勢、特に、時にですね、足が汚かったのが気になった足。他のスピン、スピード、力強さなど、スケーティングスキルの高さを感じたし、腕の使い方などにはバレエの美しさを持ち合わせていて、誰にも似ているとはいかない。不思議な魅力があるスケーターですね。 うん、不思議な魅力があります。確かに。3位67.10だけど、えー、フリーの得点が想像できないスケーターなんだけど、メダルはあると思う。掛けうちはるくんは日本人スケーター全員言えることなんだけど、ノービスからジャンプ、スピン、ステップのトータルパッケージだったというかですね、模範のようなスケーターだと思ったね。 うん、ジャンプにダブルアクセルだったのは、正体のミスを防ぐためなのか、トリプルアクセルのアンドが気になった。あ 3A ね、彼まだやってないんですよ、多分。うん。で、ナオキロシ君となんか正反対で、ハル君が小さくまとまらないんで、えー、この年齢ってですね、すごく伸びる時期なんで、失敗を恐れず、えー、荒削りでもいいなんて思いながら見たよ。うん 4位、66.95。だから、ノーミスすればメダルは取れるだろうなと、所作はとても良かったよということですね。あのね、勝内選手はね、まだね、トリプルアクセルを、あの、まだ、あの、本番で見たことないですね、僕ね。なので、多分まだできないんじゃないかなって思うんですよ、おそらく。うん。っていう風に感じてもらって、直木浩く君は、確かに軸作りの、軸のところがちょっと気になるのはあるかもしれませんね、あの、空中してね。うん。しかし、不思議な魅力があるなって僕も感じていて、なんかね、 なんかこうモダ、モダンフィギュアスケーターって言いますかね、なんかそういう新しいこう、また風を吹かしてくれてるなっていうね、誰とも似てない感じがあるっていうのが分かって、ちょっとこう、あ、こうなるのかなと思いきゃなんないっていうね、ところがあるので、非常に不思議な感じがありますよね、確かに。うん。やっちゃやんちゃさんもうっとです。私の、あ、そっか、今日の FOD フィギュア観戦予定、私と注目の選手、東京ブロック、東京ブロック、始まりますよ、皆さん、覚悟、あ、てかもう始まってますよね。え、てかあれあれ 始まってますよね。あの、ノーミス。やばい。<laughs> 19時36分、中田理代くんが19時36分ですよ。うん。で、20時18分、海老原大也くん。で、チューブブロック、あ、そう、チューブロック。<laughs> ね。え、20時2 0あ、でも、あ、そっか、時間がそっか。え、20時26分、に山本蒼太くんですよ。東京ブロック、20時55分にストーストー、須藤須藤くん。蛯原くん終わったら、すぐにチューブブロックに切り替えないと。 うん、今、FOT 東京ブロック大会かけたら、製氷中で、鍵山くんとお父さんのインタビューやってた。製氷中では目を離せない。とりあえず家の用、家の用事家の良ということですね。はい。ありがとうございます。嬉しい悲嬉しい忙しさが続きますね。あの、うん。今日ね、お出かけちょっとしてるんで、ちょっと今日遅れるな、てかね、あの、うん。多分、2週も3週も遅れる可能性があるんですが、ちょっと、 あのよろしくお願いします。ああ、でも楽しみ。ええー、めっちゃ楽しみですね。楽しみすぎて目が飛び出しそうです、本当に。うん。え、竹森猫さんどうもです。こんにちは、竹森です。え、お、しょくんの曲、半明さんですね。うん。ちらっと聴いてみたけど難しそう。うん。二つ目の曲、え、2017年のワールドで渋谷兄弟が滑ってた。 作ってエキシビションあったのえ？x にあったんでイメージ。掴むため youtube で見てみました。これで書幕を滑るのか？うん。ジャパンオープンえ配信あるといいなとうん。なるほど。塩谷さんがエキシビションで2017年滑ったんですね。なるほど、ということでえー、難しそうなのかな？どんな曲なんだろう？一体これはうん？はい、というわけでありがとうございます。これで以上になります。